リッペ・ビースターフェルト高校アシュビン、1961年、アシュビンと兄・ベルンハルト、1966年リ、竹井シズ、アシュビンツア・リッペ・ビースターフェルトは、ドイツの東洋美術史学者。アメリカ合衆国のニューヨークメトロポリタン美術館に、学芸員として長く勤務した、オランダ女王、ユリアナの義弟にあたる、リッペ公、レオポルト4世の弟ベルンハルトと、 その妻アルムガルト・フォン・クラム・ダンシャク・レ場の間の次男として生まれた。全名は、エルンスとアシュビン・エオル・クカロル・ハインリヒ・イクナツである。両親の婚姻は当初、リッペ・コ家カ・権に定職する、帰遷結婚とみなされたため、アシュビンとアニ・ベルンハルトは母に授けられた、ビースター・フェルト・伯爵の姓を名乗った。しかし、1916年に、 おじレオポルト4世の最下で両親の結婚が対等結婚とみなされると、母、兄と共にリッペビースターフェルト皇后の称号を及び、諸皇家の殿下の継承を許され、正式なリッペ皇家の成員に加えられた。両親や兄と一緒に、ノイマルク地方のレッケンバルデの母の所領で育った。1933年のナチ党の権力掌握後、アシュビンは、 政権党国家社会主義ドイツ労働者党に対する共感を隠そうとしなかった。1937年5月1日にナチ党に入党して、同党の585万4038番目の党員となり、またドイツ国防軍の将校となった。第二次世界大戦中は東洋美術の研究に没頭し、1942年11月に、 ベルリンのフリードリヒビルヘルム大学から人文学博士号を受けた。学位論文は13世紀元朝の係の竹石図を主題とするものだった。博士号を取得後はケルン市立東洋美術館中国会画部門の学芸員となる。1945年にドイツを出国し、1949年にアメリカ合衆国。 ニューヨークのメトロポリタン美術館極東芸術部門に研究助手として採用され、1973年に退職するまで長く同美術館に勤務する。同職にある間、中国絵画及び南アジア、東南アジアの仏教彫刻に関する研究記事を定期的に発表し続けた。1951年9月11日にロンドンにおいて、 フランス人海軍士官の娘シモール・アルヌーと結婚した。この結婚により、アシュビンはシモールが、ドイツ人の前部ボルラーとホンバッツドルフとの間に、儲けた二人の息子のまま父となるが、実施には恵まれなかった。アシュビンは1969年に生まれたお孫の、オランダ王子コンスタンティンの先例の大父を務めた。第二次世界大戦後、 アシュビンはナチ党シンパとの関係を断ち切ったにも、かかわらず、ナチ党との関係は、兄、ベルンハルト同様に取り沙汰され続けた。1970年代、パーキンソン病に苦しんでいたアシュビンは、兄の懇願で、オランダに移住し、同国で寄生を送った。ウィキメディアコモンズには、アシュビンツアリッペビースターフェルトに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。